ガブリエル・ホセデラ・コンコルディア・ガルシア・マルケスは、コロンビアの作家、小説家、架空の都市マコンドを舞台にした作品を中心に、魔術的リアリズムの騎士として、数々の作家に多大な影響を与える。1982年にノーベル文学賞受賞。100年の孤独、これらの時代の愛は、2002年にノルウェーブッククラブによって、世界傑作文学100に選ばれる。 コロンビアで何かがあるたびに、スポークスマンのような役割を果たすこともある。アメリカ合衆国で活動する映画監督のロドリゴ・ガルシアは、実の息子である。ガルシア・マルケスは1928年、コロンビアのカリブ海沿岸にある人口2000人ほどの、乾燥荒方かに生まれる。事情により、両親と離別し、祖父母のもとに預けられて幼年期は3人のおばと、 退役軍人の祖父ニコラス・コルテス、迷信や言い伝え、噂好きの祖母ランキリーナイ・グアランコテスと過ごした。後に代表作になる、100年の孤独及び一連の小説は、祖父母が語ってくれた戦争体験や近所の噂話、土地に伝わる神話や伝承に基づくところが大きい。特に、100年の孤独は、 ガルシア・マルケスが17歳の時に執筆を決意した作品であるため、祖父母の影響が色濃く残っている。特にガルシア・マルケスに影響を与えたのは、祖父で落葉の老大佐、大佐に手紙は庫内の大役大佐、100年の孤独のアウレラーのブエンディーや大佐などのモデルになったと言われている。1936年、女系家庭の中で唯一の男性であり、 何でも話せる、男友達のようであった祖父が亡くなる。1941年、両親の元に戻る。高校時代からガルシア・マルケスは執筆活動を始めており、エル・エスペクタドール紙に短編を投稿し、掲載されている。1947年、コロンビア国立大学法学科に入学する。この頃、ラテンアメリカの作家を志す、若者らは一般に、 法学科に入籍することが多く、ガルシア・マルケスと並び評されるマリオ・バルガス・リョサ、その他多くの作家が法学科に在籍していた。このコロンビア国立大学法学部時代、同級生だったカミロ・トーレス・レストレポと親友となり、カミロ・トーレスは、ガルシア・マルケスの次男に先例を授けるなど、以後長く、交友を続けた。1948年、ボゴタ暴動が起こり、学校が閉鎖されたため、 家族の住むカルタヘナのカルタヘナ大学に移るが、生活難により中退する。エル・ウニベルサルガの記者として働き、アンアパートで貧乏暮らしをする。この頃、ジェームズ・ジョイスや、フランツ・カフカ、ウィリアム・フォークナー、バージニア・ウルフ、ミゲール・デセルバンテスなどを単独した。特にウィリアム・フォークナーは、後に、ガルシア・マルケス作品の土台をなす上で絶大な影響を与えた作家である。後に、 ノーベル賞の受賞演説の冒頭で、フォークナーが立ったのと同じ場所に立てたことは、嬉しいと語ったほどである。またフランツカフカについては、返信を読んだことで、大きな衝撃を受け、ガルシア・マルケス自身の作風を確立する上で、決定的な体験の一つになるとともに、文学そのものに関心を持つ、大きなきっかけとなった。バージニア・ウルフについては、もし、 ダロウェイ夫人のある一説を読まなければ、今とは、1954年にはエル・エスペクタドール神の記者として、ボゴタへ戻り、翌1955年に、教皇法業を伝えるために、ローマへ飛ぶ。ローマにて、映画評論を本国へ送る傍ら、映画実験センターの映画監督コースで学ぶ。この体験によって、後年、自身が映画監督を務めることにもなる。 しかし同じ1955年、自由党派、エル・エスペクタド・オルガミは、当時の独裁者、ロハス・ピニーリアの弾圧によって廃刊する。これにより、収入のなくなったガルシア・マルケスは、アン・アパート・オテル・ド・フランスで、極貧生活を送ることになる。ガルシア・マルケスはこの地で、大佐に手紙は来ないを執筆する。1957年、友人が、 編集長を務めるベネズエラの首都カラカスの雑誌エリーテにヨーロッパから記事を送り生活する。1958年に結婚するためコロンビアに一旦戻りカラカスに移り住む。この時に使われた旅費は1955年に出版された落葉によるものだった。落葉はガルシア・マルケスがヨーロッパ滞在中に彼の友人が祖国で 落葉の原稿を見つけて、本人に無断で出版社に持ち込んだ作品であった。いわば偶然世に出た作品であった。1959年キューバに渡りフィデル・カストロを知り、キューバ革命成立とともに、国営通信社、プレン・サラティーナの防護脱支局編集長となったが、間もなく編集部の内部構想に嫌気が差し辞職する。しかし、カストロとの進行は続き、 2007年3月には病床のカストロを見舞った。1961年にメキシコに渡り映画制作に携わる傍ら、大佐に手紙は来ないを発表する。1962年に前年から書いていた悪い時とカラカス時代に書きためた短編集ママ、グランデの葬儀を発表している。1967年は100年の孤独が発表された年である。 1965年のある日、アカプルコ行きの車の中で17歳の頃から温めていた構想が一気にまとまったという。18ヶ月間タイプライターを叩き続けて100年の孤独は完成した。100年の孤独はスペイン語圏でまるでソーセージ並みによく売れたと言われ、貧乏生活から足を洗うことになる。1960年代、フリオ・コルタサルやバルガス・リョサ、 ガルシア・マルケスを中心としたラテンアメリカ文学の人気はブームと呼ばれ、日本でも例外ではなく知識人なら読んでいなければ恥であると言われるくらいのものだった。特に百年の孤独は大江健三郎や筒安隆、池澤夏樹、寺山修司、中上賢治など多くの作家に影響を与えた。1973年チリ出身のノーベル文学、超受賞者で、 ラテンアメリカの代表的詩人パブロ・ネルーダが亡くなった時、ガルシア・マルケスはアウグスト・ピノチェとの軍事政権が消滅するまでは新しい小説を書かないと宣言したが、ネルーダ未亡人の混合によって1975年政治風刺色の強い俗調の秋を発表した。ただガルシア・マルケス自身は小説家の任務は優れた小説を書くこととして、 政治の舞台には一度も上がっていない。1981年、ガルシア・マルケス自身が最高傑作だという予告された殺人の記録を発表した。この作品は実際に起きた事件をモチーフにして書かれたものであるが、あまりにも描写が聖地であったために事件の真相を知っているのではと当局に疑われたという逸話を持っている。1982年10月21日、 スウェーデン王立アカデミーにて、ラテンアメリカでは4番目となる、ノーベル文学賞を受賞した。受賞の理由としては、現実的なものと幻想的なものを結び合わせて、一つの大陸の生と葛藤の実相を反映する、豊かな創造の世界を作り出したことにあった。1992年に肺にできた腫瘍を除去した。1997年、メキシコに移住する。1999年、 ロサンゼルスの病院でリンパ腫の治療を受けた。2004年10月20日、10年ぶりに新作の小説、我が悲しき少婦たちの思い出を出版する。海賊版の出回りを防ぐために出版直前に最終章を変更している。2012年6月12日、認知症を患っている可能性があると報じられた。同年7月7日、ガルシア・マルケスの弟が兄が電話で、 基本的なことを何度も訪ねてくるなどと語り、家族として初めてガルシア・マルケスが認知症を患い、記憶障害に陥っていることを公言したと報じられた。2014年3月下旬により、肺感染症などで入院し、4月上旬に退院し、自宅療養していたが、4月17日にメキシコ市内の自宅で死去。87歳ボメキシコシティの自宅前にはファンが、 相次いで花を供え、4月21日には追悼式が行われた。また、記事であるコロンビアでは3日間の服喪が宣言された。上記の通り、ガルシア・マルケスは1928年にあらかたかで生まれたとされている。しかし、彼の親兄弟の証言や出生証明書を見ると、1927年生まれとする説が有力になっている。この食い違いは、若かりし、 頃のパスポートの後期が原因とされているが、ガルシア・マルケス本人が1928年生まれで、あるとしているため、主な作品の作者略歴などは1928年を採用している。そのため、この項目でも1928年を一応の青年とした。ハバナでサインをするガルシア・マルケス交流、または影響を受けた日本人、ありがとうございます。